ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。参ろうか。武器なし、防具なし、アクセサリーなし。勝てるかなぁ。まあ、正直武器なしっていうのは問題ないと思ってます。アクセサリーなしが響きそう。星降る腕輪の存在ってすごい大事だと思ってたんで。で、今回に関しては、ほんと不思議なタンバリン二つ持ちでいこうと思ってたんですけど、ここ錬金できないんですよね、思えばね。ということで錬金一個で。よく来たな、人の子よ。再びここを訪れるとは、私を相手に力試しをしようというのか？はい。だが、誰も武器すら構えておらぬとは何事か？防具すらもつけてませんよ、龍神王さん。まさかそのままでこの私と戦うつもりではあるまいな。私も軽く見られたものだ。よかろう。この私を素手で倒せるというなら倒してみるがいい。お怒り遊ばされましたね。大丈夫、負けないぜ。最初の龍神王さんは多分大丈夫だと思う。主人公が最初動けなくなることを想定して先に攻めます。溜めます。モリエルと、あ、モリーの場合はハイテンションだ。間違えたクール20、モリエルだいぶ打ちたくないんですよね。できれば20ドラゴンソウル500くらい食らわせてくれたら嬉しい。いやー、うまい。これは十分。ありがとうございます。耐え忍べ。あ、まあそうですよね。確率どれくらい ?8 割くらいかな。真空波。これは大丈夫。相手の行動パターン決まってる？もしかして。タンバリ行きます。ククール攻めまーす。武器なしの場合は、ミラクルムーン。HP 回復。あんま強くないですね。やっぱ武器なしは。ククールは。まあしょうがないかな。ミラクルムーン。いや、これだったらそうですね。バイキルト打った方がいいかも。モリは爆裂剣でいきましょう。モリ50。バイキルト先ね。なんでいい？いいダメージだ。十分十分。今2100くらい食らわせるね。ごめんごめん、忘れたね。こっちだ。あー、ククルで攻めたかったんだけどな。テンションダメはまずいかな。でも次のターンで落とし切っちゃおう。メラゾーマ、ミラクルムーン、爆裂剣。669。ミラクルムーン。オッケー。この回復めっちゃうまいな。この回復めっちゃ大事。よーし。1400食らうのか。いいダメージ入りましたね。思った以上に食らったな。バイキュート入ってた2800、あ、ん ?2 倍じゃないのか。1800くらいは言ってたのかな。あ、これ最初から？もしかして。これずっと続くのかな？ちょっと早いでいきますね、じゃあ。思ってるやつが、とは違うやつが出てきた、今度は。溜める。タンバリン。溜める。スクルト撃たないかも。うん。ハイテンションで。あ、やっぱ2段階上げなんだ。やっぱモリ強えな。ひぃ！作るとやっぱ撃つわ。あ、どうしよう。次は撃たない。少なくとも今は撃たない。タンバリン。ベホンは。モリーは攻めます。爆裂剣。ジェシカ先に動くよね。あー、しまった。ジェシカはピオリム撃つべきなんじゃないか、これ。いいっす、いいっす。いいダメージっす。十分っす。オッケー、スーパーハイテンション。これ、次のターンで落とせるかも。ヒットポイント5000くらいじゃなかった？シンクって。ジェシカ耐える。大丈夫。主人公も耐えます。大丈夫です。
ドラゴンソウル、ジェシカ、メラゾーマ、クールガー、あれ、ミラクルム、モリーは爆裂剣で、オッケー。2000くらいだったかな。次か、緑が確か強いのかな。毎回これスキルの種落としてくれるんだったら最高なんだけどな。まあそうもいかないか。火ダメ蓄積なのが辛いよな。まあいいでしょう。貯める、タンバリン貯める、ハイテンションと、大丈夫かな。ジェシカじんわり食らってんのが怖いな、ちょっと。うわぁ、ちょっと待って、それはまずい。うわぁ、無理か。まあいいや、無理なら。よかった。ここは主人公ベホマズンで。あぶねえ。誤操作が本当にきつい。ククールは、できることがないか。そうですね、貯めときますか。うん。モリ目覚めてくれると助かるんだけどなぁ。どのタイミングでピオリウム打つかですね。これ大事なことだよね、結構。うわ、それはダメ。あかん、オッケー。あー、危ねえ。怖えー。あー、このターン回復、回復ですね。これはしょうがない。あー、ベホマラーでも十分回復できるけどなぁ。どうしよう。主人公、ここはベホマにしとこうか。で、タンバリンにして、ククールは攻めましょう。あの、ミラクルムーンで自分回復できるから。あ、100なんないか。凍てつく波動は来ないと信じてる。基本的に。聖なるの時以外は。いいダメージだ。十分でしょ。あと3000くらいだと思うんで。これで。ジェシカ復活。やめよう。オッケー。危ねえ、怖え。マジその攻撃えぐい。えぐすぎ。ドラゴンソウルでワンチャン終わるかも。ジェシカできることは、テンション次の時のために貯めておくかな、一応そうするか。うん。で、ククールはベホマラーで。運が良ければジェシカのタンバリン後に、ベホマラーで。うん、完璧ですね。で、ドラゴンソウルで倒したかな。なんで先に動かないの？いらないダメージ食らっちゃったー。おー、出た。起死回生の回避。死なないでほしい、できれば。あ、ですよね。ジェシカ回復させてから行きたかったんだけど、やっぱピオリも打たないとダメなのかなー。白銀か。できることは一緒なわけで、貯める。何も焦ることはないんだよね。何も慌てることはないんだよ。結局できることは一緒なんだ。ハイテンション。自分を見失ったら負けだな、これは。なんだってそうですよね。奇策って確かにかっこいいんだけど、諸葛亮みたいで。奇策は基本的に自分を見失った姿だからね。凍てつく波動か。まあいいでしょう。貯める。これはもう、しょうがない。来たらしょうがない。相当運が悪いっていう考え方でいい。ピオリム打ちてえなぁ。うまい！この回避はガチうまい。神だ。神のうまさだ。モリ攻めまーす。爆裂剣でーす。まあ、しょうがないでしょう。50、爆裂剣。いいダメージだ。1000食らわせてくれりゃ十分。253、かわせ！お、ナイス！音声認識出た。まさかの音声認識。主人公が素早さ負けてるんですよね。もう次の戦いあたりからちゃんと
ピオリも打たないとダメですね。ソウル、タンバリン、ククール攻めまーす。いいか、やめとく。ククールは回復に回ろう。モリー今、ハイテンションでいいのかな？これ20ですね。OK ですね。で、タンバリン。ベホマ。今、ククールも50なんだよな。ドラゴンソーレ。3750。いいダメージだ。いいセンスだ。これは素晴らしいな。意外といけてますね。ノー防具、ノー武器、ノーアクセサリー。さあ、問題の黒金さん。黒金さん強えんだよな。あ、黄金か、まずは。貯めるタンバリン。戦い方がちょっと同じな感じで悪いんだけど、多分これやんないと負けるんで。ご了承を。ご勘弁を。20、50、20、不気味な閃光、魔法に弱くなる。むしろ魔法撃ってきてもらった方が助かる、こっちは。いやー、通常攻撃怖え。ピオリム撃ちてー。ピオリム撃ちたいけどな。貯める、タンバリン、貯める。モリー攻めます、爆裂剣。モリー上がんないか。まあ、しょうがないですね。いいダメージだ。十分十分。溜まりきらない。溜まりきる。素晴らしい。黄金ってどれくらいヒットポイント ?6000 はいってないでしょ、多分。次のターン勝てるかも。かせ！おぉ、素晴らしい！素晴らしすぎた。森じゃない、ドラゴンソウル。メラゾーマ。ミラクルムーン。爆裂剣。やっぱ3750だろ。ドラゴンソウル！つえなんだこの技。えぐいな。ただ、覇気まとってぶつかりにってだけでしょ、これ。強すぎないか。さあ、黒金さんですね。戦い方ちょっと変えよう。思ったんだけど。貯める。じゃあ、こっからちょっと怖いんで、さすがにピオリム。貯める。主人公攻撃の主体にする。モリエールで。ピオリム一段階撃てば、さすがに先に動くと思うんで、次のターンから先行して。278。痛いな。うわぁ！主人公だっけ？ドラゴンソウルって3回攻撃だっけ？そうだっけ？かわしたな、うまかった。5貯めます。20になります。主人公一番動きが遅いはずなんで、タンバリンと、ここはベホマを撃ちまして、モリエールで主人公。なんでよ！おかしいやろ！あ、倒した。マジか。ドラゴンソウルが強すぎる。止まらない、ドラゴン無双。ドラゴン無双。ゲームにありそう。さあ、続きましてが、セナル。さあ、こっからですね、問題はね。貯めます。ピオリも打ちます。ベホマ。モリエル。そっか、黒金さんヒットポイント低かったな、確か。確かそうだ。ベホマ、いいっすね。貯めます。50まで貯まります。いや、強そう。いやー、強え。カオス、素晴らしい。三河四脚踊ってる？まさか。ドラゴンソウル、タンバリン、ベホマ、モリエル。オッケー、どっちでもオッケーだったんだけど。100になってくれたら嬉しいけど。まあ、そうですね。そう、うまくはいかない。でもこれでも2700くらい食らうんでしょ？多分。あ、2100。いいよ、いいよ。十分、十分。あと2回打てば勝ちだもん、これ。間違えた！俺ククールにしてなかったのか。やめて！やめよう！あー、そう来たか。あー、これどうしよう。うわ、2段階貯めやがったこいつ。マジエグい。ここは、回復回すじゃん？タンバリン打つじゃん？皮肉な笑いでしょ？あぶね！あぶね！と、モリエールで、主人公。先に動くのは分かってる。大丈夫。
これで5になるよね。回復はさっき来る。オッケー。テンション1段階溜まってるからな。耐えろ。ナイス。かわす。これはうまい。この回避はマジでうまい。よし、いけるぞ。これドラゴンソウルいきます。ゼシカでタンバリンでしょ？ククール、自分を回復。お、自分じゃない？あ、危ねえ。今度はいいんだ。今度は主人公だ。危ねえ。と、モリエールで、主人公。50。さあ、モリエール来い。モリエール来い。モリエール、モリエール。なあ、くそ。でもね、これはこれでいいんですわ。攻撃からの、モリエールで2段階溜まるんで、あ、テンションが上がるんで、運良ければ2段階。神か。輝く息か。からの、通常攻撃をゼシカがかわす。神です。神がいます。ドラゴンソウル攻めます。タンバリン打ちます。50溜まってんで、ベホモラは全回復でしょう。モリーは、爆裂剣で。100なってくればベストだったんですけどね、モリーがね。まあそうもいかないでしょう。もうこのターンでワンチャン落ちたと思うんだけど。よし、オッケー。回復してから行きたかったなぁ。来ちゃったね、ここまで。さあ、本舗初公開。いや、本舗初公開じゃない。ごめん、嘘。完全に嘘ついた。そんなことはない。来ましたね。自分の動画で 3DS 版では初公開。永遠の巨竜です。聖なる巨竜を倒した後、竜神王にまた頼むと、彼とって言えばいいのかな。このドラゴンと戦うことができます。では参りましょう。と言ってもね、どう戦うか頭の中に今、構成立ててる。いきなり食らってる状態なんで、まずベホマズンですね。まあ、ゼシカピオリン打たないとダメでしょう。ククールはね、攻撃の主体は主人公のドラゴンソウルになると思うな。明白なんで、少しでも主人公が死なないようにすることを考えましょう。スクルトで、モリエールで主人公テンション上げます。たかが54だけど、されど54だと思うんだ。で、ゼシカとかでも少しでも生き残るチャンスが増えるのであれば、これは作ると打った方がいいと考えられる。 OK、 全回復。もう MP もそろそろやばいね、主人公は。あと10回くらいしかベホマズンが打てないのか。十分かもしれないけど、どうだろう。400にきついな。何回か、やめよう、そういうのはやめよう。お願いします。一人でも潰れたら結構やばいから、これ。危ねえ。危ねえ、怖え。二回行動なのかな？どうなんだろうな。怖いな。溜めます。ゼシカタンバリンで。ククールがベホマで。モリエールかな？モリエールかな？モリエールなのかな？フバハも打ちてんだよな。そうなんだよな。でもね、むしろ、輝く息とか来てくれた方が助かるのかな、うん、通常攻撃の方が多分厄介。まあ、絶対100で攻めたいんで、もうどんどんモリエールとか、貯めるとか、やっていきます。タンバリンとか。まあ、2段階タンバリン制で攻める気だったんですよ、実は。ジェスカとククールに持たして、2つタンバリンで攻めるつもりだったんですけど、灼熱どれくらい ?200 くらいでしょ、言うて。オッケーオッケー、全然問題ねえよ。モリーなんか70しか食らってなかったぞ。ひやー、これどうしよう。ベホマラーだとちょっとエグいかな。ドラゴンソウル、タンバリン、ベホマ怖いけど、モリエールでいいや。うん、100個よし。できればモリーさんより先に動いて、主人公。そしたら神、もともと神の血は引いてるのか、でも。そっか。神とか言ってもな。よし！素晴らしい。3750くらい行ってくれ。頼む。うおいいぞ。これは、うまいこと作戦がハマったな。そしてモリエルで20まで上がる。神か！降臨してるぞ。なんか、何かが降臨してる。え？マダンテ、
でも多分そんな、むしろマダンテ来た後多分魔力回復とか来ると思うんで。え、強え。あー、凍てつく波動は先に食うのか。初手と、初ターンとやることは一緒？死にたくねえなぁ。ピオリム、何があるかわかんないんで、ベホマラ打っといて、モリエールで。ククールが先に動いたら動いたで、大丈夫だし、主人公が動いてくれたらなおベストだし。頼む、その二人じゃなくて、先に二人、来い来い。あ、よかった。よかったのか？大丈夫なのか？主人公。あ、でも、ジェシカは死ぬかもしれないけど、みんな後は大丈夫。オッケー。素晴らしい。結構瀬戸際なんだよな。これ一人死ぬだけでだいぶ変わると思うんで、戦闘が。神回避。神回避来た。ん？なんだなんだ。邪悪な力が溢れ出す。魔力が回復。ああ !MP が回復しただけですね。大丈夫。タンバリン。だからもう一回マダンテが来るってことだけど、それは問題ない。ククールベホマラーじゃなくてスクルトで。モリエールで、主人公。今、あくびしなかったか？永遠なる恐竜。そんな余裕ねえだろう。こっちの方がダメージ食らわしてるんだぞ。タンバリン、50。凍てつく波動は多分来ないから。100来い！来ないか。うん。おたけびやめよう！おたけびはやめよう！ストップ！おたけびストップ！もう。それはダメでしょう。これはあかんて。うわ、一気に体勢崩された。これはまずい。ベホンは、まずいまずいまずい。これは苦しい。ついなぁ。テンション溜めてきたか。二段階ダメかしかも。厳しいなぁ。4回行動しなかった今。3回か。これはきつい。はぁ、その攻撃はきついな。まあいいでしょう。それでも、通常攻撃食らうよりか、だいぶマシなんで。スクールと、モリエール。ピオリム打ってるよね、俺ね。大丈夫だよね。ちょっとわかんない。あ、打ってますね。うん。この段階で主人公動くってことは多分、使ってる証拠ですね。になるのか？ちょっとわかんないけど。いいっすね。テンション高いスクルトはうまい。50来い。20。まあいいでしょう。またマダンテが来るのか。からの凍てつく波動かな？あ、溜めてきたね。いや、それ強くねえか。マダンテ溜め溜めって。ベホマズン、タンバリン、皮肉な笑い、モリエール。3回コードは無理だよ。今20下げなかった？ラッキー。1段階下げじゃないのかいこれ。全回復。モリエール。溜まりきらない。凍てつく波動、もう、ことごとく攻撃させてくれないね。通常攻撃をかわす。うん、素晴らしい。神回避。いいよ、体勢は整ってるはず。タメルタンバリン、スクールと、モリエールで。モリエールがね、2段階溜まればね、次のターン攻撃に入ります。ちょっとじれったくなってきた、個人的に。50、素晴らしい。貯めて100になる。次ターンジェシカどうしよう。あ、そっか。ピオリム打ってないんで、ピオリム打ちましょう。凍てつく波動来たのに忘れてた。一ターンでさ、テンションフルマックスなのってほんと強くない？これエグいよね、このシステム。MP 回復問題ないです。貯めるも問題ないです。二段階、三回コード強えなぁ。ドラゴンソウル。ジェシカはタンバリンでいいです。あ、違うわ。ピオリム。ククールパイセンが皮肉な笑いで、モリエール打っと
運が良ければ。あー、エール先来ちゃったか。まあしょうがないですね。テンション150とかあれば面白いんだけど、まあね。さあ2回目の3750が入ります。うりゃ3500、ちょっと下がっちゃったかな。まあいいでしょう。神にもこんな笑いが効くってのが面白いよね。20、50、凍える吹雪来たら死ぬかな。大丈夫かな。倒せ。ああ、まあしょうがない。1352はすげえな。貯めます。クールは冷水に増力。モリエール主人公。ジェシカの素早さが今みんなにより低くなってるんだよね。1352は不可避だね。オーバーキルってやつですよね。よし、50貯められたんで、次ドラゴンセール。やめて。オッケー、まあ、主人公耐えれたんなら、あ、でも来るか。これはやばいかな。いや、でもこれは行くよね。普通に行く。攻めるし、モリーに関しては、ここは怖いんで、ベホイミで。20か50か溜まってるよね。5か溜まってたの。でもいいでしょう。2500くらい入ると思うんで、計算でこれもう1万近く食らわしてるんだけど。よーし!勝った!武器なし、防具なし、アクセサリーなし。やったー。勝ったー。お疲れ様でした。すべての力を解放したこの私を素手で倒す者が存在するとは。お前たちの強さは今や究極の域まで達しているというべきか。もはや私が相手では物足りぬかもしれぬが、これからも力試しを望むならここに来るがよい。私とてお前たちと戦うのは楽しいのだからな。いつでも相手になろうぞ。こちらはほんと死ぬ気で戦ってるんですけどね。倒した後も平然と立ってるもんな、この人。片膝つこうなんて全くないもんね。さて、では我が力で龍神族の里まで送ってやろう。もうこの王のポテンシャルの高さが怖いわ、本当に。あー、疲れた。勝てた。いけるもんですね。いや、正直怪しいかなと思ったんだけど、いけたね。いけたもんだね。まあちょっともうできないんだけど、これレベル10ずつぐらい下げていってどこまでいけるかっていうのを、もしできる方がいれば試されてみてください。ちょ、誰か89レベルの人、79レベルの人みたいな感じでちょっとできないかな。誰かやってくれないかな。とりあえず99でできることは証明できた。うん。ということで長くなってしまいましたが、今回はここで終わりたいと思います。途中カット入ったかな、どうかな、これ。でも、ひとまとまりで出した方がいいよな。どうなってるかわかんないけれども、とにかく、勝てました。よかった。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。